はい、知床屋以上さん、ありがとうございました。森光平です。北海道ツーリング2024、11日目ということでですね、本日はですね、知床八重城を出発いたしまして、今日は船に乗ってね、ヒグマとかを見に行くツアーを申し込んでたんですけども、なんか海の状況により欠航になってしまいまして、何をするっていう状況なんですけども、ということなんでね、知床峠をね通ったりしまして、なんかうろうろしたりして、最終的には知床羅臼町にあるホテルリブマックスに泊まりたいと思います。ということで、北海道ツーリング11日目、行くぞいねえ。今日何する、何にも予定ないよ。もうちょっと海がね荒れて結婚になっちゃうかもみたいな、そんなことを頭の隅にも置いてませんでしたからね。そして今回のスクリーンスポンサーも株式会社精神工事さんでお送りいたします。ありがとうございます。そして昼の3時にですね、父親とウトロの道の駅で合流をする約束をしておりますので、本当に3時ぐらいまでなんかここをずっとうろうろすることになるんですね。なんかいい天気だし、知床峠登っててっぺんでコーヒーでも飲みましょうかね。ああそうしよう。さあ知床峠行くぞい。おー、セイコーマさん、おはようございます。ちょっとセイコーマートでセブンチャンス、幸せの、セブン。この辺が晴れていても知床峠の方はねガスがかかってたりすることがあるんでね、知床峠の様子が見れるライブカメラっていうのがあるんですよ。それを見るとですね、確認することができますので、そちらを見ていただいて、しかもね気温とかも見れるんですよね。今こっちね半袖でもいける気温なんですけども、知床峠の上の方は8度と。はい、こんにちは。知床峠行ってきたんですか、どうでした。はい、知床世界自然遺産というところにお邪魔いたしまーす。ねえ、こっからは鹿だの、キツネだの、あとヒグマに気をつけましょうね。ヒグマに関しては本当頼むから出てこないでくれよ。はい、こんにちはす。何してんすか。なんか首輪してましたね。本当にね、鹿は奇想天外の動きしてくるからね、気をつけないといけない。はい、こんにちは、こんにちはす。気持ちいいっすね。あ、今日はいい天気だからバイク多いっすね。はい、こんにちはす。はい、こんにちはす。鹿気をつけてくださいよ。はい、こんにちはす。おー、大丈夫かい、大丈夫かい。ちょっとカーブんとこ危ないよ、君たち。我慢してんすか。はい、こんにちはす。元気っすか。知床のあたりは外国人の自転車の方が多いっすね。今の方も外国人の女性の方でしたね。ビーン、イン、インディザメル。うわー、そうそうそう、気持ちいい気持ちいい気持ちいい。うわー、気持ちいい。あーっす。わー、いい景色だ。最高じゃん、マジで。うわ、でもちょっと待って、若干曇ってきてる。やばいよ、バイク OG が近づいてきてるよ。やばい、早く知床峠のてっぺんに行って、くる金尻島を見るんだ僕は。これもうヒグマ注意の看板じゃん。あ、小グマが可愛いね。はい、展望台に到着。さあ、ということで、これからまたウトロの方へと戻りたいと思います。本当に暇なんで、11キロほどダートが続く先にある、ね、温泉があるカムイワッカの滝でも行ってみましょうかね。果たしてこの MT-09 でキャンプ道具とか、だいたい全部荷物30キロ弱ぐらいですかねを積んでたどり着くことができるのかっていうのをね。あ、ここまで雪残ってんね、こんにちはっす。ちょっと検証してみましょうかね。カメイワッカ湯の滝、前日までの予約必須ということなんですけども、
手前ぐらいまでは見に行くことできんのかな。昨日まではだいぶいい流れだったんですけどもね、クルーズ船でねヒグマを映像に収めて、そして YouTube に配信して再生数も伸ばすよと、ヒグマ再生数稼げるよみたいなことを思ってたんですけどもね、火星のヒグマ見たかったな。船の上からだったら調子乗れるもんね。来れるもんなら来てみるよ。おいおいおい、あ、すいませんでした。ほんとすいませんでした。勘弁してください。ほんとほんとすいませんでした。おいおいおい、どうした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 、来いよ来いよ来いよ。何、あ、びっくりした、クマが出たかと思ったよ。はい、こんにちはこんにちはっす。あー、しかしこの辺の道はマジで気持ちいいな。上り口までは行けますが川には入りませんということで、じゃあ行ってもいいってことだね。よし、じゃあ手前まで行けるか試してみよう。あ、結構余裕な砂利だぞこれ。あ、こんぐらいだったら全然行けるね。この砂利が10キロほど続くということですね。お邪魔いたしまーす。こんなところで泊まるの怖いんだけども、めちゃくちゃ暑いからダウンを脱ぎたい。でも泊まるの怖い。でもちょっと泊まっちゃおうか一回。大丈夫だよね。よし、一旦ちょっと着替えるよ。オッケー。よっしゃ。あ、今日マジで暑い。はい、出発。この辺の砂利はちょっと怖いねこれ。うわー、そしていい景色だ、海じゃん。いや、この道いいかもよ、気持ちいいかもしんない。はい、こんにちはっす。何してんすか。いい天気っすね。さよなら。僕ちょっと滝行ってきますね。お邪魔しております。鴨岩湖の滝ね、気になってはいたんですけどもね、やっぱりこうダートが深そうなんで避けてきたんですけどもね、今日クルーズ船が欠航になって逆に良かったかもね。最高じゃん。うわー、ちょっと待って。うわー、気持ちいい気持ちいい気持ちいい、これ。うわー、なんやこれ。うわー、気持ちいい。あーっす、なんか着いたっぽいな。これが湯の滝か。おっと、なんか思ってたより、あれ、なんかしょぼくね。嘘だろ。まあ、7月1日からね、予約をした方が入れるということなんですけども、まあ、温泉っていうよりはね、アクティビティに近いんですかね、川登りアクティビティ。普通に見に行くだけだとしたら、かなりしょぼいね。戻って、岩尾別温泉でも見に行くか。混浴だしな。誰もいなかったら、入ろうかな。誰かいても入ろうかな。どっちにしても入ろうかな。ね。はい、アスファルト。あー、気持ちいい。アスファルト。止まって、右左。オッケー。首いてー。さあ、そしてここを左に曲がりますと、岩尾別温泉へと入場。お邪魔いたします。あー、いい景色だねー。結構車多いね。ということはだよ。いやー、気持ちよかったんすけどね。ブヨ
がむちゃくちゃいっぱいいて、まあ、入ってる時はいいんですけども、上がってから着替える時地獄でしたね。温泉自体はですね、一番上が暑くて、2番目がちょうどよくて、3番目がぬるいって感じでね、分かれてますんでね。一番上はね、僕は暑すぎて入ることができませんでしたね。あと脱衣所がないっていうのね。あのなんか変なベンチがあるんですけども、あそこに着替えとか置いて入るよってことで、いやまあでも気持ちよかったな。いい温泉でございました。ありがとうございました。さあここからウトロの町に戻って昼飯食いましょうかね。はいこんにちは。どこ行くんすか、どこ行くんすか、うわーどこ行くんすか、ちょっと待って、どこ行くんですか。これなんすかこの岩、何なんかなんかチンコみたいなの生えてんじゃん。あそこにもっとチンコあるじゃん。これ出てくるよ出てくるよ出てくるよ。はい、おチンコいわ。あれちょっと待って、あれめっちゃえ、ちょっと待って、あれ見に行こう。ほらめっちゃおこれなんか有名な岩、これ絶対俺以外にもおちん岩って言ってるやついるよ。こんにちはっす。はいこんにちはっす。この先おちん岩ありますよ、ぜひ見に行ってってくださいね。はいこんにちはっす。この先おちん岩左手に見えてきます。ウトロにもセコマがあるじゃないか。ということでですね、昼ご飯はセコマートで買いまして、漁港とかで海を眺めながら食べようかなと思っております。はい、お邪魔いたします。はい、ごちそうさまでした。うまかった。やっぱね、セイコーマートのチキン南蛮、チキン南蛮史上一番うまいと思いますね。マジでうまいんだよな。はい、お疲れさん。久しぶり。お久しぶりです。さあ、ということでバイクおじいと合流をいたしまして、バイクおじいが知床に来たぞということなんですけどもね、雨は大丈夫そうっすね。そしてバイクおじいウインカーついてるよウインカーついてるよ。ここの交差点左っすか、あ、まっすぐっすね。あれバイクおじいウインカーついてるよ。全世界に配信中、まだついてるよこれこれちょっと知床峠までずっとついてるんじゃないんだろうねこれ。うわいい景色だけども、まだウインカーついてるよ。バイクおじい景色見てる場合じゃないよ、下見ろ下見ろ、チカチカしてっから緑のやつが。アイコンチャース、バイクおじいウインカーついてますよ。果たしてこれ知床峠のてっぺんに着くまでにバイクおじいはウインカーつきっぱなしなのを気づくのか。気づきました気づきました知床国立公園へとねお邪魔してまいりましたね。かなり車もね多く走ってるし、クマとか大丈夫じゃないかな。あ、結構バイク欲しいすげえ速くないちょっとさっきね合流してコーヒー飲んでたんですけども、はいこんにちはっす。バイクおじい前にいますよ。やっとこのキャンプ道具を積んでの走りに慣れてきたと、9日目にしてやっと。バイクおじいはね本日あの網走のホテルから屈斜路湖とかね、あのまあ美幌峠を通ったり、あの摩周湖の方で峠尽くしだったということでね、もう気持ちはレーサーですね。おーっと、あーあー倒れてるね。おーレーシーだね。おーいいカーブだ。わあいいカーブをしておりますバイクおじい。わあ早い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 ぞ早いぞ早いぞ。わあいい景色だ。いやいい景色よりももう今やっぱバイクおじいから目が離せないよ。さあそして間もなく知床峠のてっぺんでございますね。
はい、ゴール。国後島かな。羅臼町へと下っていきたいと思います。いや、しかし今日ねめちゃくちゃ国後島見えるね。すげえ、こんなに国後島見るの初めてかもしんない。これはもしかしたらバイクおじいのパワーかもしんないっすね。さっきもねバイクおじいが言ってたんですけどもね、後ろの俺は雨は降らすけど霧は晴らすよみたいなドヤ顔で言ってましたからね。うわー、超いい景色。うわー、気持ちいい。めっちゃ見えるじゃん今日。はい、こんちはこんちはこんちはーす。バイクおじいいますよ。バイクの方こいつね。はい、こんちは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 ーす。めっちゃいいじゃん。こんちはーす。めっちゃいいんじゃん。そして なぜかバイクおじいウインカーがついております。うわー、そして国後島がまだ見えてるよねえ。そしてバイクおじいはまだウインカーついてるよ。あれ、いつつけた。うわー、気持ちいい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 。うわ、この立ち上がり最高。そしてバイクおじいはまだウインカーがついている。あ、まだ国後見えてるわ。あ、そして、あ、ウインカー消えました。ウインカー消えました。ここが熊の湯と羅臼八重城ですね。はい、こんちゃっす。何してんすか。さあ、うまいっすか。道の駅羅臼の駐輪場でございます。お邪魔します。はい、わ、超見えてる。さあ、道の駅羅臼でちょこっと今日のね、美味しそうな日本酒を買い出しをしまして、ホテルへと向かいたいと思います。そして本日泊まるリブマックスリゾート知床さんですけどもね、このリブマックスさん、まあ私がCM で起用していただいておりましてですね、おそらくこの YouTube を配信している頃にはですね CM がもう流れてるんじゃないかなと思うんですけども、皆さん私がちゃんと俳優としての仕事をしておりますよというところをね見ていただきたいですね。ここだね。え、すぐ近くにセコマンじゃん。最高じゃん。お邪魔いたします。邪魔します。おお、いいじゃないですか。うん、で、ここ布団ね。布団ね。トイレ、お、いいっすね、トイレで、お、洗面所。お、洗面所もいいじゃないですか。うん、はあ、なんか、家みたいでいいね。なんか家だな。なんかな、落ち着くね、これ。この感じがすげえいい。宴っすね、今日これで。うわー、めちゃくちゃいいじゃないですか。ああ、ここでな。うわ、これはいいぞ。うわ、国後、うん、え、だからあれから火が出んな。泡が出てこない。入れすぎたね。入れすぎた。はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いただきまんもす。あー、うまい。ちょっと入れすぎやな。冷凍庫入れてたから。待っといたら泡持ってくるんじゃない。うわー、これはいいね。ウミネコは、うん、くちばしの先が赤いの。ああ、これがウミネコで、カモメはそのまま。めっちゃ豪華っすよ。お疲れ様です。あー、うまい。いただきます。いただきます。おー、
どうですか、うん、うまい。はい、お疲れさん。そうです。チェス、チェス、チェス。うん、え、公平昭和は、え、あ、そうか、昭和の最後の年に生まれてるんか、うん、私は昭和32年生まれでございます取り出し、バタバタ貧乏でございますで、ちょうどお母さんと知り合った時ぐらいちゃうから、で、お母さんと知り合って1年後にも結婚して、小崎清彦やいや、知らんから、知らんと、知らんから、お土産、すごいね。でも、こうやってさ、うん、歌っていうのはな、うん、お父さんのせいやけど、後でやっぱり思い出ってのがあるよな。うん、はい、おやすみなさい。3時20分。